簡単ラズパイ第4回。今回はラズベリーパイをマイクロスコープで使いたいと思います。私は実際使ってるんですけれども、ネットで買った USB マイクロスコープをいちいちパソコンにつなげるのがめんどくさいというので、この状態にしてずっと置いてあります。置くとすぐ見れますので非常に便利です。ではやってみましょう。ホームフォルダーの中に簡単なものを作っても事前に置いてあります。これが書いてある内容なんですけれども、たくさん書いてあるようで、たったっていうか9行しかありませんので、詳しく読みたい方は一時停止して1行ずつ読んでいってください。実行してみます。読み込んだそのまま写すんですけれども、マイクロスコープとして使うには小さいっていうか画面が小さいということで、せめて2倍必要だなということで、ナンバーサインっていうんですかね、コメントとして置いてあったようなものを消して動くようにしてですね、読み込んだサイズをそれぞれ2倍にして拡大するというのを付け加えます。で、上書きしまして、ファイル名は変えてませんので、そのままもう一度実行してみます。だいぶいい感じになりましたね。これぐらいの大きさで見れますと、だいぶ使えるなという感じです。私が初めて買ったラズパイですね。実際使っているのがこのような感じになります。置いてすぐ見れますし、電源は入れっぱなしでずっと置いとけますので、非常に便利です。こちら急に仕事よっていう感じになるんですけれども、画面の歪みが気になるとか、全範囲ピンと張っててほしいとかいう、あとはその撮影する対象との距離取ってた方が物置きやすいとかいうのもあって、こういう大きいものになりますね。で、このカメラでスタンド付きで急に3万ぐらいには4万円ぐらいにはなってしまうかもしれないです。実際写してみますと、隅々までというかある程度ピント合いますし、動かすのも楽。いいレンズっていうか、もっと拡大してみたいっていうようになりまして、買ってみたやつですね。これはレンズだけで3、4万したと思います。で、拡大していきますね。かなりピントも綺麗にきますし、隅々まであまり歪みもなく見ることができます。こうなってくると仕事用っていう感じですね。ラズパイの 3B プラスを使って、電源入れっぱなしでモニターだけ切って1ヶ月以上使ってますけれども、特に問題はありません。USB カメラは全て使い方は共通です。マイクロスコープに限りません。今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。